AA20 型は1934年にソ連鉄道人民委員部が試作した蒸気機関車。間接式機関車やデュープレックス式機関車を除き、史上最多の動輪数を持つ蒸気機関車であった。最大軸重20トンという制限があるソ連の線路上で3000トンの石炭列車を短期で牽引するという計画のため試作された車両。 低品質の石炭を使用するため燃焼用の長大なボイラーが必要となったことから、軸重制限を超えないようにするため、動輪数が7軸となった。曲線通過時の対策のため、第3から5軸をフランジェレスにする一部の連結棒を自在継手にするなどの工夫が取られていた。なお形式名のうち、AA はソ連の政治家であり、AA20 系の製造に協力した。 アンドレ・アンドレーフに由来し、20は最大軸重を指す。製造後は、試運転が実施されたものの、曲線走行時にレールに対する大圧が大きく、ポイントを破損するなどの被害が生じた。さらに機関車そのものの巨大さゆえに、転車台に乗せることができず、車庫への保管もできなかった。その結果、AA20 系の開発は中止となった。 その後はわずか1年の運用の後1935年をもって使用が中止された。以降は25年以上にわたり即戦に留置され1960年頃に解体された。ありがとうございます。